はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回も楽しく大学入試の実況プレイやっていきます。実況プレイっていうのは僕がね、ただ初見の問題を解きながら考えたことや思ったことを、ただ話していくっていう内容なんですけど、やっぱり大学入試を解くのって楽しいんですよ。だって勉強をね、通して集めてきた武器を使って大学入試っていう敵を倒していくっていうのは、まさにゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がね、初見の問題にどういう風に取り組んでいるのか、その思考過程も皆さんで共有できるので、まさにね、一石二鳥の企画だと思います。そして今回プレイしていくのは2022年九州大学の入試問題。九州大学は旧帝国大学の最南のね、大学なんですけど、実は留学生の数が多いことでも知られています。そんな国際色豊かな九州大学なんですけど、なんとね、九州大の今年の数学の問題が過去20年間で一番難しかったと言われてるぐらい、受験生にとってはね、最難の年だったみたいなので、今回は心して、その敵を倒していこうと思います。はい、それではやっていきましょう。今回実況プレイしていくのはこの問題。自然数 MN が N4 乗イコール1プラス 210M2 乗を満たすとき以下の問いに答えようと、整数問題ですかね。過去1番が2分の N2 乗プラス1、2分の N2 乗マイナス1は互いにその整数であることを示せ。で、過去2が N2 乗マイナス1は168の倍数であることを示せ。で、過去3が M1 を満たす自然数の組 MN を1つ求めようと。このね、等式が与えられてて、ゴールは自然数の組 MN を1つ求めようということだから、全て求めようじゃないから、この168の倍数っていうのをうまく使いながら、地道に探していくのかなっていうことは、おおよその見当はつきますね。とりあえずね、誘導に乗っていきますか。括弧1番が2分の n2 乗プラス1、2分の n2 乗マイナス1が互いにその整数であることを示せと。そうですね、この等式を見てあげると、移行したくなりますよね。 n4 乗引く1っていう形にして因数分解すれば、この n2 乗プラス1とか n2 乗マイナス1っていうのは出てきますよね。移行して2乗引く2乗の形で因数分解してあげて 210m2 乗と。で、これらが互いに相の整数であることを示せって言われてるわけなんだけど、これ別にこの1別にそんな使わないですね。っていうのも、互いに相な整数、その最大公約数の問題が出てきたときはユークリッドの5乗法とかが思い浮かびますよね。ユークリッドの、5乗法の、考え方っていうのは、差を取ったりどんどん引いていくっていうイメージだと思うんですけど、今回これ差を取ると1ですよね。だから2分の n2 乗プラス1から2分の n2 乗マイナス1イコール1なわけだから、これらが整数であることが言えれば隣り合う整数って言えますよね。3と4みたいな、7と8みたいな、その場合は、隣り合う、2つの整数っていうのは必ず互いに相にということが言えるので、あとはこれらが整数であることを言えればいい。すなわち n2 乗プラス1と n2 乗マイナス1が、それぞれ偶数であるということが言えればいいわけなんですけど、これは、この元々の、等式の右辺はこれ奇数ですよね。1足す、210は偶数だから、偶数足す1だから奇数と。ということは、n も奇数ということが分かって、n が奇数なのであれば、n2 乗も奇数、足す1、引く1したものは偶数ということで、2で割ったものは整数ですよ。どっちも整数ですよ。で、差は1なので、隣り合う2つの整数は互いに相。こういうふうに証明できます。これは、互いに相、ユークリッドの5乗法かな。とりあえず差を見てみると、1だっていう発想が、自然な流れなのかなというふうに思います。じゃあ括弧2番、 N2 乗マイナス1は168の倍数であることを示せと。これはね、括弧1の誘導を使うのかなというふうに思うんですけど、この式をこの2つの数が出てくるように、それぞれ、両辺を4で割りますか。こんな形で、そうすると右辺は2分の 105m2 乗になるのかな。この時点で左辺がね、これが隣り合う2つの数になっていて、右辺っていうものはもう整数になるはずなので、 m が偶数だということがすぐ分かるわけなんですけど、今回求めたいのはこの n2 乗マイナス1か、この部分が168の倍数であることを示していきたい。これらが互いに相で、まず168っていうのがどういう数かというと、素因数分解してあげると
8×21 だから2の3乗 ×3×7 ということで、まあ、8の倍数、3の倍数、7の倍数っていうことをそれぞれ考えていけばいいっていうことが分かりますよね。で、まあ、この105っていうのが 3×5×7 なわけだから、まあ、5は一旦置いといて、この3と7っていうのをこういうふうに、まあ、振り分けてあげるっていうことを考えていけばいいのかな。で言えば別にこれ2で割る必要なかったですね。もともとの、まあ、こっちの n2+1 n2-1 をかけたやつイコール 210m2 のこの式にで考えるので、まあいいのかなって気はしますね。でここで、まあ、おそらくポイントになってくるのがこの2乗ですね。 n の2乗、まあ、平方数っていうのは余りを使うとすごくね面白いんですよね。例えばモッド3っていうのは3で割った時の余りですね。 n が3で割った時の余りっていうのは0か1か2の3パターンに分かれると思うんですけど、それを2乗してあげると3で割った時の余りっていうのは0か1か、ね、2の2乗っていうのは4だから、4を3で割ってあげると余りが1と、まあ、こんな感じに、まあ、限定されるわけですよね。だから n2 乗3で割った時に余りが2になることはないっていうふうに言えるわけですよ。でそうすると、まあ、この n2+1 と n2-1 かけてあげて3の倍数になるということはどっちかが3の倍数なわけなんだけど、 n2 乗っていうのが、まあ、例えば3で割り切れるとすると、まあ、どっちも3の倍数じゃなくなるから、 n2 乗っていうのは必ずこれより n2 乗っていうのは3で割った時の余りが1ということが言えて、じゃあ n2-1 が3の倍数だよねっていうふうに言えるみたいなことをやっていくのかな。じゃあ次3の倍数ができたから今度7の倍数いきましょう。余りを負の数にまで発展させると結構ね計算が楽になることがあるよと。まあ2乗すると0か1か4か9で、9を7で割ると余りは2と。ということで n2+1 と n2-1 のどっちかが7の倍数になるためには、まあこれ確定しますね。 n2 乗が7で割った時の余りが1以外はありえないので、まあ、この場合は n2-1 っていうのが7の倍数になりますよと。まあ、だからこれで n2-1 っていうのが3の倍数でもあり7の倍数でもあるっていうことが言えたので、あとは8の倍数であることを示していきたいんですけど、これもね、有名な事実があるんですよ。これすごくね面白いんですけど、まあ道筋は見えました。8で割った時の余りに着目すると、まあ、0、1、2、3、4、5、6、7、8というふうに、あ、8じゃないね、7まで。でこの8パターンあるわけじゃないですか。8で割った時の余り、これを2乗するとどうなるかというと、0、1、4、1、0、1、4、1と、まあこういう形になるんですね。こんな感じで平方数っていうのは8で割った時の余りが0、1、4の、まあ、3パターンに絞られるっていうことが簡単に言えるんですね。この事実はねぜひ知っといてほしいんですけど、今回 n が奇数ということが分かっているので、奇数の場合ってもう、ね、2乗の、を8で割った時の余りっていうのが1に確定するんですね。ということで n2-1 っていうのは8の倍数とも言えるので示されましたよと。8の倍数、3の倍数、7の倍数よって168の倍数ですよっていうことが言えるわけですね。うん、意外といけてますね。ただこれはね、やっぱり2乗平方数っていうのが、余りの世界に、ね、落とし込むと、まあ、すごく絞り込めるよっていう事実を、ね、してなきゃいけないので、まあ、逆にその事実を知っていればそこをね糸口にこの問題のね回答っていうのを導き出すことができるのかなって思うので、まあ、非常に実力差が出る問題かなと思います。では括弧3番、まあ、どうせ誘導を使うんだけど、この自然数の組 MN を一つ求めていきましょう。使いたいのは n2-1 が168の倍数ってことだよね。つまりここの n2-1 が 168k みたいに表せるのか。でそうすると、まあ、n2+1 っていうのは 168k に2を足したものだから、結局元々の式は 168k 足す2っていうのが 210m2 と、まあ、こういうふうに表すことができて、これを満たす K と M っていうのが分かればいいのか。でどうしましょう、どうしましょうね。とりあえず M ね、ここの部分、じゃあ210で割るか。一旦210で割ってみると、ここの部分が21で、
消せて、まあ、10で割ってあげると5分の 8K かっこ 84K たす1イコール M2 乗みたいな感じになるかな。あってそうですね。そうするとあと考えなきゃいけないのが、まずこの K かっこ 84K プラス1ここの部分が5の倍数じゃなきゃいけないっていうことから K がね絞られるわけですよね。K っていうのがまず、まあ、こっちの K がね5の倍数になる場合っていうのは5、10、15、点点点で続くし、あるいは 84K プラス1が5の倍数になる場合っていうのは1、6、11、点点点か、まあ、こんな感じに絞られますよと。この場合に左辺が整数になるっていうことが分かるので、あとはそれらが平方数になるか否かっていうことを考えていけばいいわけですね。まあ例えば k イコール1の場合っていうのは m2 乗っていうのがどうなるかというと、5分の 8×1×85、まあ、85÷57 だから、まあ、8×17 か、まあ、これは m が存在しませんよと。あとはしらみつぶしで見つかってほしいけどね。 m2 乗イコール5分の 8×5、 5が約分されて 8×421 か、421はね平方数じゃないですね。ということでダメ。じゃあ次 K イコール6の場合はこれ見つからなかったら地獄ですね。大丈夫かな。 M2 乗イコール5分の 8×6×505 か、あ、505の時点で平方数じゃないな。はい、ダメ。だって505÷5は101で、平方数になるためにはもう一つ101素因数に持たなきゃいけないからね。 K イコール10の場合は K イコール10の場合は M2 乗っていうのが5分の 8×10 だから、まあ、16×、 なんか平方数っぽいけど841か、841は29の2乗。これ知ってないと意外と困るかもしれないですね。これより無事見つかりましたね。よって M イコール 4×29 で116っていう風になって、じゃあその時の K は10なので、求めたいのは N と。 N ってなんだっけって言ったら、ん？ N2 乗マイナス1が 168K。 あれ？ということは、あ、これ平方数とは限らないじゃん。あ、大丈夫かな？あるかな？N2 乗マイナス1、この時 N2 乗マイナス1っていうのが168の10倍、だから1680になっていて、 N2 乗1681、あ、よかった、平方数ですね、41の2乗と。だから N は41、答えは M が116、 N が41というふうになるわけです。合ってますかね。ちょっと答え確認していこうと思います。M が41と116ということで無事正解することができました。イエーイ。まあ、この問題ね、括弧1番括弧2番は割とね整数問題の基本的な考え方っていうのを通ってるけれども、かなり差がねつく問題だったなっていうふうに感じます。で、括弧3番はしらみつぶしで探さなきゃいけないけど、初めにね5の倍数のチェックだったり、あるいはこの平方数のね計算だったりっていうのがかなり難しい。まあ、841が29の2乗とか1681が41の2乗とか、まあ、僕はねなんかフィーリングで、あ、これ41の2乗だってなんか感じ取れるんですけど、まあなかなかそういう人もいないと思うので、かなりねこの問題答えにたどり着くのは難しかったんじゃないかなと思います。まあ今後もこういった面白い問題たくさん実況していこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてね他にもこういう問題解いてほしいよっていうのあったら、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。